皆さんどうもこんにちは。毎度おなじみうぷ主のみーです。先日祖母に久しぶりに会ったら鬼滅の刃が好きだと言っていて、改めてすごい人気なんだと思いました。毎度おなじみ霊夢だよ。同じくマリサだぜ。人気と言ったらこのミステリーだって社会現象を引き起こす手前まで来てるわよ。そんな話一度も耳にしたことねえんだが。本日もいつもの3人で、ミステリーにいたずらを仕掛けていきたいと思います。前回からストーリーは終わって、番外編に突入したのよね。まだ見ていないという方は前回の動画をチェックしてくれよな。それでは続きからスタート。どうやら卵を切る道具はハサミじゃないみたいなので、ここでヒントを確認したいと思います。なになに？ペーパーカッターを探して、卵を切れってよ。ああ、ハサミじゃなくてカッターだったか。ハサミもカッターも同じじゃないの？いやかなり違うだろ。カッターで卵を切る方が、形が崩れにくいのかな。まあハサミよりうまく切れるんだろ。早速カッターを見つけたわよ。よかった。こちらの会場の空気は絶賛凍りついております。どうしてくれんだ。あ、テープも見つけたよ。切った卵をこれで塞ぐのか。だいぶアイテムが集まってきたわね。これでミスティを拘束して脅してペンキで色を塗ってやるんだ。イースター全く関係ないし怖すぎるんですけど。2階は一回りしたので、1階に降りてきました。あ、イースターで使う卵があんなところに。この卵の中にご丁寧にスライムが注入されているんだよな。あら、この卵、切れないんだけど。どういうことだ、他に卵があるのか。あのミスティのことだし何か隠し玉がありそうだよね。引き続き1階を探索してみよう。何この巨大な卵。きゃあ、ばあさんか。落ち着け、これは偽物だ。びっくりした。ちょっと、この卵の中にスライムを入れろってよ。卵の中にミスティがいて、その中にスライムを入れて、ちょっと理解が追いつかないんだけど。てっきりあの小さい卵からスライムを取り出すのかと思ってた。こんなことして本当にミスティに仕返しができるのかしら。一応完璧に元に戻せたけどな。この卵がどんな役割をしてくれるのか、とりあえず隠れて様子を見てみよう。皆さん、今日はよく来てくれましたね。私の可愛い教え子たちにはぜひイースターを楽しんでもらいたくて招待したわ。素晴らしい、教師の鏡だ。え？皆さんに卵を探してもらう前に、まずは開会式でこの巨大卵を。はぁ、なんだよこれ、違う、これにはスライムを入れてないわ、なんでー。やったー、ドッキリ大成功。スライムの使い方は無限大だな。だから、彼女が新しいトランポリンに興奮しているのを見逃してはいけませんか。相変わらず何を言いたいのかさっぱりだわ。今回はトランポリンが出てくるんだろうな。そしてこのカッターが今回重要になりそうだぜ。それでは実際にやっていきましょう。あ、ダーリンともっと親密になるにはどうしたらいいかしら。そういう割にひどいことばっかりおっさんにしてる気が。あ、そうだ、トランポリンを一緒に飛んだら母ウッフになるな。ダーリン、I love you。僕もさ、ハニー。親密になるための手段でトランポリンなんて普通は出てこないぜ。普通じゃないのがミスティです。よし、早速ダーリンを呼んじゃおう。じゃあ私たちはそのトランポリンに細工しよう。私たちただの悪者じゃねえか。とりあえずカッターを使うってことは分かってるから、まずはカッターを探そう。カッターならさっき見つけた部屋にないかしら。毎回あの部屋にあるわけじゃねえだろ。なんかこの作業部屋、どんどん物が増えていってるような。何これ？初めて見るアイテムだな。そういうアイテムはとりあえず回収。これは、針と糸だな。あ、わかった。カッターで破いた後に縫うのよ。このゲーム、証拠を隠さないと見破られるからね。意外とその辺は厳しいんだよな。金はなし。常に金探してんのかよ。このばあさん結構溜め込んでそうじゃない？ついでにいいかなって。泥棒だぞ。あ、さっきと同じ部屋にカッターがあったよ。珍しいな、隠すのが面倒だったんだろうか。よし、あとはトランポリンをズタボロにして縫うだけね。自分でズタボロにして補修する意味。確かに、切って縫ってもあまり意味ないよね。ってことは他に何か仕掛けをするってこと。ああ、何かを仕込むんだろうな。こちらが愛のトランポリンです。容赦なく切るわよ。これ直せる気がしないんだけど。やっぱりこの中に何かを入れないとダメなんだ。うぷ主が入って脅かしてやるってのはどう？ジジババの体重がもろにかかる。おい、こんな時こそヒントだ。トランポリンの中心に置くために尖ったものを見つけてください。尖ったもの？それならこの針を使う。小さすぎねえか？剣山みたいなのを受けってことだとしたら、ただの拷問だよね。サボテンを探してトランポリンの中心に置いてください。サボテンでも十分拷問じゃねえか。
サボテンを中心に置いたまま跳ねたら。なるほど、愛には痛みがつきものなのか。何うまいこと言おうとしてんだ。あ、案外近いところにあったわ。ミスティがトランポリンに近づく前に急いで設置してこよう。ちょっとトランポリンの練習をしておこうかしら。まずい、もう来ちまう。キッチンから出たわ。急いで補修。尋常じゃないスピードで補修されていく。危なかった、あと少しサボテンを見つけるのが遅かったら。間一発隠せました。それじゃあばあさんの様子を離れてみてよ。ダーリン、ほら、楽しいわよ。おいハニー、なんかおかしいぞこのトランポリン。何言ってんの、別に普通よ。来た、何回待ちくっと。来たー。あー、ハニー、サボテンか。ダメだ、それ以上跳ねちゃ。そんなこと言ったってー。あー、バランスが、来たー。私たちの愛はこんなんばかりね。どうしてこんなことばかり。ちょ、あんたもっと優しく抜いてちょうだいよ。ごめん。あやー。サボテンがトラウマになりそう。ということで今回実況していくゲームには、ちょっとお下品な部分があるので、お食事中の方などはご注意ください。ん？何が下品なんだ？ガス。ああ、なんとなくわかったぜ。それじゃあ早速やっていきましょう。ルールは簡単。隣の人におならを聞かれたらアウト。今しただろ。速攻で聞かれてんじゃねえか。でも無理にする必要はないんじゃない？このゲージを見てもらえればわかるんだけど、これは通称、ガスメーターって言って、ガスを出さないとどんどん溜まっていくんだよ。違いますよ。車ですよ車。苦しい言い訳だぜ。マックスまで溜まるとどうなるかは楽しみに待っててね。何それ気になる。いやー、今日も車通りが激しいですね。そうですね。ああ、今あんた下でしょ。あんただろうがー。これで喧嘩になりそうね。よし、試しにずっと我慢してよう。なんだ、隣のやつずっとそわそわしてる。さつまいも100本が効いてるな。ガスを貯めるとこんな風になるのね。100本は食いすぎだろ。今度こそバレずに出し切ってやる。こんなにガスを出すことに関して燃えてる人はいないわよ。おっと危ない危ない。無駄にハラハラするところが腹立つぜ。ん？何か今音がしたような。気のせい気のせい。だんだんと大胆になってきてねえか。はっはっは、何を言っているのさ。僕はこの通り何も出してないし、出し切ろうとしていないさ。出し切ろうとしているよ。お、もうすぐだ。あ。ちょ、これ出し切ってもクリアにならねえじゃねえか。どうでした？俺のガスが出ちゃ。史上最低の演奏会だったぜ。何がガスが出ちゃったよ。